チームに分かれて3姉妹が好きな秋の食べ物を大食いしてみた。イエーイ。みんな一緒だったよ。ダメじゃん。ダメじゃん。じゃあそれ食べ終わったら勝ちだよ。はい、じゃあやこです。あきです。はい、今日は無限に食べれるぐらい好きな秋の食べ物を多く食べたチームの勝ち。2チームに分かれて3姉妹が好きな秋の食べ物を大食いしてみた。イエーイ。ジャガイモって秋なの？さつまいも秋っぽいけど。無限に食べれるぐらい好きな秋の食べ物大食い対決ということで、はい、僕も込みでね、2チームに分かれて、はい、ロコちゃんと僕がさつまいもチーム、まこちゃんとあこちゃんがじゃがいもチームということで、で今回なんですけど、はい、4人とも大食い中に本当の話と嘘の話をしながら食べていき、相手チームが嘘の話をしてるなと思ったら、あ、今の話嘘だねって言ってください。まこちゃんが嘘の話します。ロコちゃんが嘘でしょって言ったら、まこちゃんのチームにマイナス1ポイント。まこちゃんが嘘の話します、僕とロコちゃんスルーします。そのまま嘘の話通せたら、ロコちゃんと僕にマイナス。プラス、まこちゃんが本当の話をしました、ロコちゃんが嘘でしょ、僕とロコちゃんにマイナスポイント。一番最初食べれるものはじゃがバターだけ、焼き芋だけです。でマイナス3ポイントになるごとにどんどん増えていきます。用意してあるのがお菓子系と、あとは普通の料理、コロッケとか、ね、さつまいもチームもそうです。お菓子とコロッケあります。これ臭いね、ちょっと焦げちゃったんだ。全然いいよ。で、両チームギブアップするまで食べていき、最終的に食べたグラム数の多かったチームの勝ちとなっております。はい、レッツゴー。焼き芋ってさ、どうやって食べるんだっけ。そのままだよ。じゃあ今、さつまいもが293257、じゃがいも24223だ。じゃあいきます。いただきます。いただきます。皮やだ。でもさ、皮取るとさ、中はふにゃふにゃじゃない。甘い。甘い。あんま味しないよ。じゃがいも味しないらしいですよ。嘘。ママ、塩ちょうだい。そこにかけちゃダメでしょ、普通。塩吸ったら、喉にいった。マジ聞いて、昨日さ、個人チャンネルさ、クローゼットの中身紹介したんで、ロゴちゃんの飾ってある服のところで、穴開いてるやつあって、虫食われてた。え？やばくない？ねえ、あ、最悪。はい、1ポイント。こっち、マイナス1ポイント。え？今、嘘って言わなかったの。これ、嘘の話だね。てか、ロコも普通に反応しちゃった。ふざけんな。え？じゃあどうぞ。嘘でしょって言うまでさ、3秒以内に言えなかったらもうマイナス1ポイント。あ、そしてこの間パパとね、電気屋さんに行ったの、うん、そしたらね、自動販売機あるじゃん、うん、近くに、うん、そこでさ、工事現場のお兄さんが、うん、クーのリンゴジュースを、ちっちゃいこのぐらいのやつをね、一気飲みして、うん、コーラまた一気飲みしてた。嘘でしょ。本当の話でしょ。充電器的に本当だった。そう、アコちゃんの話ってさ、嘘か本当かそもそも分かんないんだよ。そう、盛り癖あるから。え、でも実際本当だった。うん、本当実際。で、今マイナス1ポイントずつね。いや、これ買わなかったら一緒に食べ終わるんだけどね。さつまいもって本当美味しいよね。うん、嘘の話。本当の話。この間友達とディズニー行ったじゃん。うん、その時お菓子のお店みたいなお店があって、うん、ディズニーさ、大体さ800円とかじゃん、お菓子。うん、300円のお菓子行ったの。そしたらなんか味が、どうしよう。じゃあこっちマイナス2ポイント。え、嘘なの。うん、300円のお菓子売ってない。売ってない、絶対売ってない。売ってる。魅力が見てない。え、じゃあどうする。ちょっとさ、これディズニーのやつさ、300円のお菓子さ、売ってたら、そっちマイナス1ポイントでもいい。いや、そうしよう、そうしよう、そうしよう、ちょっと調べよう。食べ終わった。はい、熱いっすよ。
236。え、あれ見て、ほらトイストーリーおせんべい星食べよう。売ってるよ、売ってるよ。これディズニーの公式サイトだよ。ディズニーお菓子って調べたら一発で出てきよ、一番上。じゃあマイナス2ポイント。え、待って、ねえ、おかしい。ママ朝ごはんよりこっちのご飯食べたい。おかしい。どれ？焼きそばライス食べる。焼きそばライス食べる。ねえねえ、うん、焼きそばも食べたい。もうマイナス2ポイント同士だから、マイナス3ポイントごとに。これってさつまいもでしたっけ？色がさつまいも。さつまいもスライスしたやつ。これさつまいも麺でしたっけ？そうだよね、やっぱり。あ、嘘って見破れなかった今。さつまいも麺じゃないの？イエーイ！なんて性格の悪いやつなんだ。誰がいいかな。これじゃあこのお母さんが作ってくれたさつまいも料理。さつまいも料理226。焼きそばの方が量入れんでしょ。あと1杯あといい。おいしい。うまっ。どっちがおいしいの？ん？どっちが？なんかさ、焼きそばの大食いしない？あ、いいね、焼きそばが多いね。焼きそば VS うどんはどう？うどん好きや。ラーメンだったらいいよ。あ、ラーメン VS 焼きそば。うん、どっちがいい？僕ラーメン。作る人超大変じゃない？一杯ずつ、一人前ずつ、うんうん、え、あ、これ二人前食べれると思うよ。もっと食えるっしょ。三人前食えるし。僕普通にリアルな話、四人はいけますけど。見たのどやろ。あ、これ四いけるし。あ、嘘って見破らなかった。はい、マイナス1ポイント。わんこそばやりたい。あ、したい。わんこそば一回やりましたよね。わんこ焼きそばやってないし。嘘です。やったよ。え、やったよ。ほら、今マイナス5だこっち。はい、やったよ。じゃあ今マイナス5、マイナス2です。ちなみに僕ね、あれなんですよ。実はこの企画のために企画の構成に入ってないやつで一個思いついちゃったミニゲームあって、それちょっと後でやりたいんですよ。おならちげえよ。マコちゃん焼きそば食ってるよね。焼きそばしか食べてない。え、もだよ。マコちゃんも焼きそばしか食ってない。うまい。嘘って見破れなかった。じゃあ言う、マイナス3で。マイナス3だったらいいよ、なんか1個、いいよ。これが食べたい。あ、こっちはダメ。また帰ってたの。電柱の下にさ、ピンクのもじゃぶじゃがいて。もう、待って、ご飯食う。もじゃぶじゃ。うん、嘘の話。本当に嬉しい。イエーイ。マジで？マイナス6。なんかさ、マイナスゲットできたけど、なんか嫌な気持ち。
どれにする？じゃあさつまいものコロッケで。今僕たちが食べるのはめっちゃ美味しいけど甘い。一個食べてもいい？やった。じゃあ1個もらうね。うん、いい。大きさが全然違うね。じゃあ僕ももらうね。美味しくない。あ、美味しくは、美味しくはなくない。うわ、お好きじゃない。はい、嘘の話。嘘の話。イエーイ。イエーイ。じゃあマイナスな。苦手なだけ。この量食べるのはめっちゃきついけど、おやつぐらいで出てきたら美味しいと思う。めっちゃ、うん、味見もしてないからどんな味かもわかんない。甘いかしょっぱいかわかんないような味でしょ。うん、どういう味ですか。塩もかけたし、砂糖もかけたの。ああ、とバター。おいしい。まこちゃん今のところさ、食べたのこれだよね。うん、砂糖は測った。測るわけねえだろ。じゃがいも226普通のコロッケ。222っすね。と、あと228っす。あと228っす。これさつまいもじゃない、ママ。あれ？これさつまいもじゃない？さつまいも。食べまーす。これ高い、それやめなさい。でもこれ美味しい。ね、この間コメントでね、ロコちゃんの顔めっちゃ好きって書かれてて、うんうん、嬉しいと思って、うん、自分の口元見たら。唐揚げ、唐揚げ、あ、唐揚げじゃない、嘘って言わなかった。はい、なさってます。言い間違いやん。そうだよ。違うよ、嘘つったんだよ。え、なんでそんなにないってこと。いや、違いますよ。なんか普通にサクって玉が取れました。やば、まこ、まこちゃん新しい割り箸。炊飯器の下に割り箸入ってる。あ、一応一応2本持ってきてくれました、まこちゃん。ありがとうございます。あ、じゃああれっすか、もしかして揚げすぎちゃったっつったやつはじゃがいもってこと。そうです。ああ、ポテトでする。何言うの。さ、ソースが嫌いだからソースがないんだけど大丈夫。あ、全然大丈夫。僕もソースかけないっすもん。ほんとソースダメなんです。うん、ソースダメなんです。お父さん以外は、焼きそばのソースこのくらい。はい、遅いです。嘘の話です。うちソースかけるんで。え、言ったよ今。言った今。3秒ですね。でマイナス9ね。あ、なんか1個いける。なんて理不尽な大人だ。あとどうする。てか、なんでコロッケ2個置いてあるの。本当だよ、これ返さなきゃいけない。3個、嘘の話。ん？これ2個って言ったんだ。じゃあんた、これとこれってお皿ってこと。はい、マイナス10。ねえねえ、さじ関係どんどん変わってくる。じゃあどれにする。お菓子にする。お菓子がないじゃん。じゃあ芋けんぴ。何をやってんの。いや、一緒ぐらいですかね。一緒ぐらいですね。めっちゃお腹いっぱい。なんか、いっぱい食べちゃう話でーす。うわ、もっともお腹いっぱい出てたよ。うわ、あれ嘘じゃないでーす。はい、じゃあマイナス11。だからみんな見て。パー、あれ、あんまりだったな。うっせぇな。
さ、ちょっと僕がさ、開発したゲーム発表していいですか。どうぞどうぞ。筋肉ですゲーム筋肉ですゲーム知ってる？僕が開発したんだけど知らない？僕がヒッ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 って言うじゃん。ピキニックですって言ったタイミングで一番タイミングよく合わせれた人が勝ち。せーの、ピキニックです。みんな一緒だったよ。ダメじゃん。ダメじゃん。みんなぴったりだったよ今。いや、このゲーム中止。どっちを合わせる？測ってないじゃん。まあ、ほんと一口分追加すれば 100g。 それは多い。まあ、ちょい足そう。240でいいよ。240。うん。あ、このこれ食べた。今日さ、ベッドで寝てたらね、枕って普通さ、頭の下にあるじゃん、うん、なのにさ、今日朝起きたらさ、立っててさ、こうやって嘘や。本当だよ。え、ね、マジ本当に聞いて。今日朝ね、枕立ってたもん。自分の皿に取るとかでもないじゃん。220っすね、さつまいも。はい。これさつまいもですか？かぼちゃっすよね、これ。かぼちゃだ。ヨーカマウスなんだけどさ、さつまいもコロッケってあるっけ、ドンキン。だけど朝だったから買い物行ったの。天ぷらにさつまいもが小さくされてさ、さつまいもコロッケ入れてさ、小さくないから、え、よくてさつまいもチームに一生さつまいも食べてる。もうお腹いっぱい。え、お腹いっぱい。嘘の話。マジで。あのさ、芋って本当に毎朝なんだね。でもさ、リアルな話さ、今さ、うん、さつまいももじゃがいもも 1.4 キロぐらい食べてるから。うわそれはあれだよな。あ、お腹いっぱいになるわ。あ、てか今マイナス6になったからいいよ、なんか追加できる。どうしてる？ほたっちゃ、私塩でいい？あ、それ何グラムあんの？芋けんぴ。320g。 はい、これ食べきったら320歳。絶対食べきれない。わかんない。マジでカウントしてみます。さつまいもチームからいきます。やばで、じゃがいもが1604っすよ。お、12g 差。うん、あ、そっち負けてる、負けてる。え、こうやって勝ち負けあんの？ん、あれ何のためにグラマー対決やってんだよ。しかも僕たちね、さつまいも麺も食べてますから。ほら、ね、うん、かぼちゃね。まあ、まあ、さつまいも麺言わなかった。よし、まあ、ぶっちゃけ言うと別にこれ以上選択肢いらないんですけど。いや、意味なくないよ。60g。 パーティー焼きしていい？やめたほうがいいよね。じゃあどうする？もう制限解除してもう限界まで食べるか。いや、これさ、芋けんぴはさ、残った数でいいんだよ。残ったあれ測っちゃえばいいじゃん。320から来てるから、なんか芋けんぴですとか背後もさ、
なんか優しそうなおじいさんですね、これね。本当だ、美味しい芋作りそう。野菜です。芋けんぴって、さつまいもですか？さつまいもか。もうやめて、怖い。なんか今、じゃがいもから全部疑わしかった。じゃがいもじゃない、かぼちゃだよ。ねえ、これさ。いやー、まず制限解除だから。なんかでもこれ全部網羅してますね。ご飯食べて、今もうおやつみたいな。デザートタイム。これ主食ですから。お米の代わりにさつまいも食べればいいんですよ。そうだよ。なんかでも 1.6 キロご飯食べてたらさ、白米ご飯一杯の方がさ、いいよ。白米ご飯一杯。あー、白米ご飯一杯に反応しなかった。嘘ではないです。ただのミスです。ただのミスです。ナイフ行こうと思ってきやる。しょうがないな。あれでまあ、まこちゃん本当にね、優しくてね。本当優しい。ありがとう。嘘の話。パパとさっき電気屋さん行った話したじゃん、うん、それでね、あの充電器を買いに行くときに、うん、はい、はい、ちょ、今こう言うって嘘でしょ。もうダメだ、ボケまくってる。ねえ、いた話したじゃん。あ、まだそうだね。ディズニーのね、リトルグリーメンとロッツを置いただけで充電されるやつあるじゃん、うん、あれが売ってた。なんか、うん、嘘の話、本当の話。本当でーす。あこちゃん真面目だから嘘つかないの。そうそう、昨日学校帰り寄り道して帰ってきたんだ。あとでしょ。全然本当。え？そう、本当じゃない方がいいんじゃない。別の別の怒られが。そうだ。いやでも腹いっぱいだな普通。めっちゃ眠い。いやだ、毎日全然眠れるんだけど。マジ？はい。反応しなかった。眠くないのに眠いって言った。めっちゃ眠そうだけど。嘘のお話。ナイピー、なんでさ、ご飯食べると眠くなるの？血糖値が上がって。血糖値って何？めっちゃ眠くなってきた。眠ない、今ので眠くない。もうこれ、夕飯今日芋だらけにしよう。そのまんま。作んなくていいから、まあ、これ本物もいけます。うん、それもいけます。これもいけます。これもいけます。いやー、でも米よりさ、焼きそばの方が減ってないのか。減ってる。米よりじゃねーか。大勢取ってるとダメだよね。ダメです、ダメです。もうおかしくなっちゃう。おかしくなってる。ちょっと芋けんぴ一回測っていいですか。259なんで300じゃないですか。 61g 食べてます。お、これ60でしょ。それ全部食べても勝てないよ。で、さっき何グラム下がったっけ。さっき14とか16とかで、でこれが 1g プラスこっちで食べてるんで、 1g？ そう、61g。 食べた。ここはここ、あと10何 g 食べないとダメです。勝てない。15g？ これはグラムいて 3g 食べちゃう。2袋15食べた。だから2袋食べないと勝てないよ。いいよ、1人2袋食べないじゃん。あ、なんか絵が変わってる。いつもありがとう。今皿に入ってるのを食べて61でしょ。食べた。うん、じゃあ終了で。これ食べてから、これ食べてから。それ食べ終わったら勝ちだよ。あ、そうですね。ジャガビキラスか、さつまいも原料数。ジャガイモの味がちゃんとするって書いてある。名前ジャガだしね。そうだね、タフビーじゃないもんね。ラグビー。このまま。はよ。食べた。じゃがいもチームの勝利。最後まで見てくれてありがとうございました。それではグッドボタン、コメント。
た。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ダメやダメやん。